こう。酒だ。どうぞ。おい、聞いたか？また例のやつが出たらしいぞ。例のやつ？神出鬼没の謎の盗賊だっけか。ああ、今度は商人が仕入れたばかりの金細工をやられたとさ。この間の貴族の家といい、警備の厳しいところばかり狙われてるな。何者かは知らんが、大した盗賊もいたもんだぜ。あそこの警備は見かけ倒して盗みやすかったぜ。おいおい、同業の盗みに感心すんなよ。俺たちも謎の盗賊ぐらいでっかい。そうだな、キャッ。兄弟か。そうか。そうだな。それでな、テリオンだ。兄弟。おかわりだ。どうぞ。よっ。悪いことは言いません。あのお屋敷はやめた方がいいですよ。この前もまた
忍び込んだ盗賊が一人衛兵に突き出されまして。またそんなに捕まっているのか。もう20人は超えているでしょうね。盗賊殺しのレイバース家、その筋では有名な話です。城どころか町一つを買い占めることができるほどの秘宝。そんな噂を聞いた腕自慢の盗賊たちが次々に挑んでいますが。返り討ちに遭っている、そういうことか。いまだに秘宝を盗むどころか拝んだものすらいない。今噂になっている神出鬼没の盗賊だって無理でしょうね。なるほど、酒の魚にはもってこいの話だな。お客さん、かなりの腕でしょう。こういう店をやっていると自然と目が利くようになりまして。だからこそ忠告しておきます。あそこだけはやめておいた方がいい。次はこっちも酒の魚になる話を持ってくるさ。よし。おい。はい。行け。申し訳ありません。だからダメだ。そんな、ダメだ。だから、うん、
な。え？実は。では。あんた。うん。逃がすな。兄弟。おお。くそ。探すぞ。兄弟。そうだな。よし。
おい、ダメだ。ふん。そうだ。あ。ふん。待て。ありがとうございます。さて。ただの宝石のようだな。価値ということであれば、はか。もっとも、それに気づくかどうかは別の問題でしょうが。何者だ、あの、この俺に気配を悟らせずに忍び寄るとは。何者かと聞くのは本来こちら側ですよ。しかしここまでたどり着くとは素晴らしい腕をお持ちです。褒めても何も出ないぞ。そのようなつもりで申し上げたわけでは、素直に称賛として受け取ってください。何しろここまで来ることができた最初の盗賊なのですから。腕自慢の盗賊であればいずれ挑みたくなる。この屋敷の警備はあえてそのように厳しくしております。どういうことだ。例えば酒場の店主、彼には目をつけた盗賊に屋敷のことを教えるように頼んでいます。そう、わざわざこのお宝を盗賊に狙わせるよう仕組んだのか。そういうことです。なかなかに察しがよろしいようで。厳重な警備で守られたレイバース家に眠る秘宝、腕自慢の盗賊なら狙ってみたくなる。実際あなたも狙ってきたでしょ。待っていたのですよ、そういう盗賊をね。おびき寄せられたってことか。その通りでございます。だがなぜそんな真似をする。それを語って差し上げる必要はございません。申し遅れました。私の名はヒース・コート、レイバース家の執事でございます。気配を殺し俺の背後を取る、
そんな男がただの執事だと。まあいい、おびき寄せられた上ここでむざむざと捕まる気はない。帰らせてもらうとしよう。残念ながらそうはいきません。若い者にはまだまだ負けないつもりでしたが。何者なんだお前は。到底素人の動きではなかったぞ。ただの執事でございますよ。しかしこの勝負、私の勝ちです。何？その腕は一橋の盗賊ならご存知でしょ。罪人の腕は別名愚か者の腕は、盗みをしくじった間抜けにつけられる屈辱の証。外せ、今すぐにだ。外しませんよ、簡単には。当家の宝を狙うような腕自慢だからこそ、その腕輪は非常に盗みをしくじった間抜けの証。腕輪を見られるたびそう思われる。あなたの誇りが許さないはずです。取引するには十分な材料でしょう。取引だと。当家に盗みに入ったこと、衛兵には届けずに差し上げます。誰だ。ご挨拶が遅れました。私はレイバース家の当主、コーデリア・レイバースと申します。そのお嬢様が盗賊を罠にかけて一体何を企んでいるんだ。その申し訳ございません。実はあなたが狙ったその宝石は龍石という当家の家宝なのです。龍石？はい、当家には代々4つの龍石が家宝として伝えられてきました。4つ？ここには1つしかないが。はい、私の両親が亡くなった時、その混乱に乗じて一度はすべての龍石が奪われました。しかしヒースコートがこの青龍石を取り戻してくれたのです。それで、泣ける話らしいが俺には関係ないことだ。ですから関係あるようにさせていただきました。残り3つの龍石を取り戻したら腕を外して差し上げましょう。そういうことか。最初からその役をおびき出すための。ごめんなさい、そうでもしなければ残りの龍石は大した玉だ。あんたもお嬢様も。そのような罠にかかる方が悪い。盗賊の世界ではそうではありませんか。まあその通りだ。ずいぶんと詳しいようだが。その話はいずれまた。それで引き受けていただけますか。
もし取引に応じないのなら。いいだろう、やってやる。それはよろしいことです。では取引は成立でございますね。おや、お客さん、いっぱいおごってもらおうか。酒の魚になる話を持ってきた。申し訳ありません。私も商売でして。ヒースコートに依頼され、俺を屋敷に忍び込むように仕向けた。ああ言えば逆に必ず行くだろう。そう思いましてね。おごりは2杯にしてもらおうか。ええ、喜んで。あの、デリオンさん。せめてお見送りをと思いまして。流石を取り戻してくれるようお願いしたのですから。取引だ、頼まれたわけじゃない。ですが。そうですよ、お嬢様、間抜けな盗賊がまんまと罠にはまっただけのこと。その通りだ。残りの流石は3つ、色は違いますが形は全て同じです。私が取り戻した流石は青流石と呼ばれています。その他の流石の名も色を冠しており、赤流石、緑流石、黄流石と呼ばれます。その3つを取り戻せばこの腕輪を外してくれるんだな。ええ、その通りです。約束はもちろん守りますと。どうだかな。それで何か手がかりはないのか。ノーブルポートに住むとある学者が赤流石を研究していると。分かった、まずはそこから探ってみよう。なんだ。道中どうかお気をつけて。何かおかしかったでしょうか。俺が盗みの依頼を受けることになるとは。なんでもない。では、行ってくる。Wow.